原因というか、これやってからというわけじゃないんですけど、結局、生活全体を整える。
ていうのがあったわけですよね。そうするとだんだんそれが噂になって、普通心臓外科っていうか、例えばその辺の病院じゃないですか、その辺の病院で、あ、もう私のところでもうあっちに落ち合いませんみたいな人がだんだん集まるようになって、で集まってヨガをやってみたら、まあ、もちろん治らない人がいる、治る人がやってくるんです。それでそれを10年ぐらい前に動いてくるんですよ。その後ホームしていくわけで、それがまあ下に来るんですけど、結果的に今はアメリカの方でハワイオガみたいなのがあって、で、また日本でヨガの動きをしてきました。結果としてその人がポーズみたいなことを、はい、イメージが強いんですけど、いや、そうではなくて、最終的にはどうやったら、なんていうんですか、幸せになれるというか、どうやったら人間は幸せになるんだろうということを、まず追求していくようなものになってくるんですよ。私もなんで僕は先生やってるかっていうと、体を動かしてて、最初体を動かしてたんですよね。その動画やってたら、なんか体だけじゃないなって思うようになって、で、自分でやってくると、普通のスポーツの競技とかとしてなくて、なんかこう、もっと違う効果が、違うことを目指す、違う目的なんじゃないかなっていろいろ考えて、で、いろいろな本とか読んだら、お経の方が一番わかりやすかったんですよね。どうしてもインド系の問題だと、言葉とかが、ちょっとわからないと思うのが、先生が解説しているのは結構普通の日本の文化に沿っているところがあってすごくわかりやすかったんです。そういう意味で教育がすごく入りますね。で、今やっぱり女性が、例えばハリウッドの女優さんを見てヨガを始めて、そういう傾向があるんです。で、やってる、やり始めると思うんですけど、だんだんやってる、やっていくうちにですね、なんかヨガってそういうなんか上辺っていうか、見た目のことじゃないかって言ってくると思うので、そういう時に、いろいろ本とか読んだ時に、お経の本を一つに取っていただくと分かりやすいと思います。気が上がった状態の人はどういう状態かって分かりますかね。ちょっと実験してみたいと思うんですけど、気が上がった状態って、上の方に力があるんですよね。それを単に近いことで、下の方の気を落とすっていうのをちょっとやってみたいと思います。ちょっとこっちに足に向けて、仰向けで転がって、体の力を入れて、で首だけ上げてこっちを見ていくんですけど、なるべく上げて、この辺が見えるか、はい、下ろしてみてください。軽かったですか？意外とお伝えのが軽かったですね。はい、じゃあその状態から、ちょっと気を落としていきますね。お腹の方にさっきみたいに息を吹き込みをします。で、息を吸って、やった時にお尻にぐーっと力を入れながら、エリスに処理をして吐きながら、シンキングルーと力を入れてお腹を締める。アモペイを吸って吐きながら、各部の息を吹くように力を入れてグー、はい、今度はかかとから息を吐きましょう。息を吸ってお腹からさらに足の方、かかとの先から息を吐き出すように、グー、もっと大きく息を吸って、半身に息をふーっと吐き込んで、はい、ラストに息を吸って、で最後半身もね、ふーっと全部吐いていきましょう。はい、その状態で次だけもう一度上げて前向きしていきましょう。どんな感じで見ますかね。はい、どうですか。なんか違いがありました。次は楽になりましたか。そういう感じていただけるといいですね。あとは次は楽です。今だから頭の方を柔軟させてあげたからではなくて、気を落とすっていうのを意識的に吸入なんですよね。でそういうことを
以前にも仕事できる。そうですね、安定するように、自分でこう安定するように。これもちょっと慣れが必要なので、すぐになかなかできないんですけど、息を吸いながら、軽く吸って、お腹に息を吐いて、休んで、吸って、お腹に、っていうのをやると、随分気持ちが上がってきますね。このもし緊張するときがあったら、こういう、広い場所というかね、やらないとなかなかできないんですけど、ちょっと自分で、あ、緊張してるなってやってるときに、やってみていただいてるといいかなというふうに思います。